皆さんこんにちは。今回は12月15日から23日まで行っていた学食プロジェクトの思い出を振り返っていきたいと思います。コロナ禍で大学生活が制限される中、クリスマスというイベントを少しでも久留米大学生に楽しんでもらえたらいいなという気持ちで今回のプロジェクトを立ち上げました。結果は大好評で、土日を除く15日から23日の間でなんと計980食を完売することができました。ありがとうね。はい、ありがとうございます。じゃあ帰らせるげな、また来てるね。またね、はい、食堂の方をはじめとする本当に多くの方に携わっていただき、今回のプロジェクトが成功したと思っています。私たちの動画でもおなじみジップとパンのボンパルスとコラボをさせていただきました。今回は本館で開催したボンパルスとのコラボの方をメインに紹介していきたいと思います。それでは本編どうぞ。私たち学生が考えた学食を食堂の方にプレゼンしていきます。ミーティングを重ね、プロジェクトに向けて準備を進めます。学内のさまざまな場所にポスターを貼らせていただきました。そして看板を作成し、2箇所に設置をしました。いよいよプロジェクト初日、手作りの商品を丁寧に並べていきます。無事完売、お疲れ様です。手作り商品の袋詰めも毎日行います。明日も来てね。お疲れ。お疲れ。お疲れ。溜まってきた。お疲れ。お疲れ、友達ちゃん。商品の袋詰めの際に食堂の方からいただいたシフォンケーキで食レポ事件が発生。食べた？食レポは誰か。あ、僕で。あ、僕。僕来た。僕来た。食べていいよ。僕食レポの時に来たね。いいよ。はい、どうぞ。いいよ。俺の。うん、僕の。僕の。はい。食レポお願いします。いい時に来た。許さんぞ。その時、あ、先に食べた、先に食べた。食レポお前ちょっと今のは待って待って待って。ふわふわふわで美味しいです。かわいいな。りほくん何どう？もっちもちやね。なんか肌ぞ。カットこれカットでお願い。はい、バイバイ。12月22日と23日、のだめさんが来てくださいました。のだめ芸人パブ活相談です。クリスマスの場をですね、盛り上げようということでやってます、ね、はい、クリスマスの曲を2曲演奏します。最初は We Wish You a Merry Christmas です。聴いてください。2曲目はですね、清子の夜を演奏します。
田の現場クラス相談は団員を募集してますので、一緒にやりたいと言われる方はぜひ来てください。では皆さん、メリークリスマス。そして最終日、ジップ完売しました。その頃本館ではなかなか売れず苦戦中。しかし最後まで諦めずに販売をし続けた結果、無事完売することができました。この瞬間、ジップとボンパルスのどちらとも毎日完売するという目標を達成することができました。来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただいてください。ありがとうございます。実はこのプロジェクト、初日の2週間前に立ち上がったものになります。ここまでスピード感を持って成功することができたのは、本当に多くの人の支えがあったからだと思っています。本当にありがとうございます。また久留米大学生に私たち学生広報公式チャンネルを知ってもらうきっかけともなりました。今後も見てください。メリークリスマス。イエーイ。ではなく、良いお年をお迎えください。今年も1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。バイバイ。